こんばんは、水野晴郎です。ウィークエンドの深夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜も素晴らしい映画でごゆっくりとおくつろぎいただきたいと思います。今夜は西部劇です。前にお届けしました西部劇シリーズ大好評でございましてね、皆さんからいっぱいお手紙いただきました。それにお答えして、今夜も素敵な西部劇をお楽しみいただこうと思います。ウィンチェスター銃73という作品でございましてね、この作品はアメリカ映画史上に大いなる足跡を残した作品であるわけですね。まあ、それまでの西部劇といいますと、インディアンが襲撃してきたり、あるいはガンマン同士が対決したり、まあ、一つのパターンがあったわけですね。ところがこの作品からですね、ガラッと変わりましてですね、人間的な要素、ドラマチックな要素がぐーっと盛り込まれてきたわけですね。一丁の名銃をめぐりましてですね、その銃がいろんな人の手に渡っていくわけです。それを手にした人がいろんな運命に巻き込まれていくわけですね。このドラマチックな面白さ、これをたっぷりと味わっていただきたいわけですね。さて、この映画を作りましたアーロン・ローゼンバーグプロデューサーですね、ボードン・チェイス脚本家です。そしてアンソニー・マン監督です。そしてジェームス・シャート主演です。このチームのメンバー大成功いたしました。そして次から次へとチームでですね、新しい西部劇をいっぱい作っていったわけです。そしてやがてですね、普通の作品にも手を出しまして、やがてグレン・ミラー物語に到達することになるわけですね。ジェームス・シャート自身もですね、それまではですね、まあ、都会的な青年役っていうのは多かったわけですけどね、ここでガラッと脱皮いたしましてですね、大きな風格を持った西部劇スターに進出したわけですね。まあ、大成功していたわけです。そしてこの映画の中には大変面白いスターが2人出てるわけなんです。面白いと言いますか、まだまだ売り出し前のトニー・カーチスとロック・ハドソンが出てるわけですね。皆さんきっとお気づきにならない方もいらっしゃると思うんで申し上げてみますとですね、トニー・カーチス、銃を拾う兵士の役なんですね。先輩に捕らえてしまうんですけどね。それからロック・ハドソンの方はですね、インディアンの酋長役です。やられてしまうんですけどね、その酋長役、大きな体をしてます。彼がロック・ハドソンです。まあ、そのあたりもご注目いただきたいと思います。ウィンチェスター銃73です。さあ、いかがだったでしょうか。映画のラストのところ、ジェームス・シャートが宿敵のスティーブ・マクナリーを追い詰めていって、決闘で倒しますね。しかし、あの大悪党っていうのは、お父さんを殺して逃げてた弟だったわけですね。まさに因縁話です。宿命話です。これ振り返ってますと、日本の時代劇にありそうな、そんな話はございませんか。まあ、そんな中でですね、あの小悪党演じてましたダン・デュリエ、いい味出しましたね。それからヒロインのシェリー・ウィンターズという人、この人は日の当たる場所で人気が出てスターになったわけですね。そしてこの映画に抜擢されたわけですが、私ね、インディアン狩りという映画の撮影現場で彼女に会ったんですよ。向かって右側が私でございましてね、私も枠ございますねでもね、このシェリー・ウィンターズという女優さん、本当に切符のいいいいおばさんでしてね、私もいっぺんに好きになってしまいました。彼女中年になりましたからね、アンネの日記で助演女優賞を取りましたね、アカデミー賞の。それからポセイドン・アドベンチャー、大活躍を続けております。これからも大いに活躍してほしい大スターの一人だと私は思います。さて、この番組なんですが、夏休みに入ります。いよいよ特別企画をお届けしてまいりたいと思います。今日はその特別企画をですね、ざっとご紹介してまいりたいと思います。夏休み名作映画シリーズパート1、7月1日はですね、フランス名画特集の第1弾、悪魔のようなあなた、アラン・ドロンの主演でございます。そして同じ日でございます、7月1日履修、ロミー・シュナイダーの名作をご覧いただきたいと思います。そして7月の8日になりましたらですね、フランス名画特集の第3弾、パリの秘話トーク、ジョセフ・ロージの監督でアラン・ドロンの主演でございますね。これをご覧いただきます。それから7月の22日になりましたら、フランス名画特集の第4弾、華麗なる女銀行家、これをご覧いただくわけですね。ロミー・シュナイダー亡くなってしまいましたけども、彼女の素晴らしい映画の一本でございます。さて、今ご紹介しましたフランス名画の数々、これは全部ですね、ノーカット字幕スーパー版でご覧いただこうと思います。さて、7月の15日、石原裕次郎一周忌企画といたしましてですね、錆びたナイフ、赤いハンカチをお楽しみいただくと思います。この2本の作品でですね、今亡き裕次郎さんの面影を忍んでいただきたいと思います。そして夏休み名作映画シリーズパート2といたしまして、8月の5日と12日レースをご覧いただきます。これはですね、大変話題になったフィービー・ケイツの作品でございましてね、最新アメリカテレビミニシリーズでございます。これを2日間にわたってたっぷりとお楽しみいただきます。8月19日は日はまた昇るでございます。これはアーネスト・ヘミングウェイの原作でございましてね、前に映画にもなりました、この番組でお届けしました。それを今度はですね、4時間にわたって、ミニシリーズでご覧いただきたいと
思います。夜も更けてまいりました。それではまた特別企画でお目にかかりたいと思います。ごきげんよう。